なんというても日本は島国じゃ。国の民が安心して暮らすためにはまず海から守ることが肝心ぜよ。ミッション1ディフェンス。しかしのこの広い海で守るっちゅうことは簡単なことではない。平和な国日本、美しい四季と豊かな国民生活。しかし今当然に思える平和も決して当たり前のものではないのです。平和は自然に生まれ続いていくものではありません。平和は私たちが自分の手で守るものなのです。平和が一番じゃ。無駄な戦は好まん。四方を海に囲まれた島国日本にとって海から守ることがまず平和の要となります。海上自衛隊は攻撃ではなく海から守る防衛力では世界でも有数の能力を持っています。現在海上自衛隊は陸上自衛隊、航空自衛隊と有機的に連動し統合運用体制の下で活動しています。そして今あらゆる防衛活動の中で最も重要視されているのは新たな脅威や多様な事態への実効的な対応です。その中心が弾道ミサイル防衛です。近年脅威が増している弾道ミサイルに対し2004年に始まった BMD システム、すなわち弾道ミサイル防衛。海上自衛隊ではイージスシステムを搭載したイージス艦の役割が増大しています。イージスシステムとは発射された弾道ミサイルをスパイ1レーダーが探知・追尾、直ちに迎撃ミサイル SM-3 を発射、宇宙空間を飛行する弾道ミサイルをその大気圏外で迎撃します。遠くまで見通すレーダーから遠くまで届くミサイルを持っておりまして、で遠くで敵を探知して敵を攻撃することができると。防空能力、対戦能力から水上艦を攻撃する能力、全部に優れている戦闘艦艇です。次に重要なのは周辺海域の警戒監視です。1999年能登半島沖で警戒監視中の哨戒機 P3C が工作船とみられる不審船を発見。海上自衛隊創設以来初めての海上警備行動が発令されました。逃走する不審船に対し護衛艦による警告射撃、哨戒機による警告爆弾の投下が行われました。近年増大する武装工作船や不審船、領海を侵犯する船舶に対して的確で実効的な対応が求められています。守るっちゅうことは常に最悪の事態も想定せねばならんぜよ。もちろん本格的な侵略事態への備えも必要です。潜水艦は水中に潜ってしまいますと完全に姿を消すことができます。ソーナーという音の世界がありますけれども、これはレーダーやあと目で見るように正確な位置というのはつかめません。そういう特性を生かしまして例えば、敵の水上艦艇の部隊の動きをつかんだりとか、その部隊に直接魚雷で攻撃をしたりとか、というようなことが中心になってくると思います。パイロットは特に他のメンバーからの情報を頼りに操縦をしたり判断をしたりすることがあります。得られた情報というのは活かせるようにクルーと心がけております。
まず機雷を掃海艇が探知機で発見します。でその時泳いで爆薬をその機雷に取り付けに行きます。でそのままゆっくり戻って帰ってきて、あとは発火させて処分します。この他にも様々な事態に備えて海上自衛隊は周辺海域を守ります。おまんらやるの。しかしこれはまだ基本じゃ。海でやらねばならんことはまだまだあるぜよ。